鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。研究しますね、人科学研究所所長の山本です。どうもよっ。そして研究員のしくらでございます。お願いします。顔がなんかおめでとう。よろしくお願いします。そして今日の客員研究員はこちらの方々ですよ。どうぞ。はい、スクエニックスでローカライズをやっております赤井シザーと申します。よろしくお願いします。赤井シザーさん、名字が3文字。すごい、すごいですね。3文字っていうだけでちょっと目立ちますよね。目立ちますね。赤石沢でね。赤石沢、ひらがなで言うと赤石、もういいよ。嫌なっちゃう。嫌なっちゃう。そしてまだいらっしゃいますよ。そしてはい、同じくローカライズやっております山本と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普通かぶちゃん、かぶちゃん、もう2人いる。そうそうそう、5人中2人が山本です。そうですね、確かに。そうそう、かぶちゃった、ミュージがかぶっちゃった。そしてそしてこちらの方。はい、ゲーム実況者のセントスでございます。本日はジャストコーズ3の宣教師としてやってまいりました。よろしくお願いします。おー、お願いします。もう赤いメガネがもう実況主感半端ないです。そうなんですよ。キャラが薄いんで、うん、そこだけでも濃くみたいな。ここだけでもってるんです。いやでも濃いですよ。その回ほど濃くもないけど。ありがとうございます。そんなこと言わないの。というわけでね、もう言ってしまいましたけど、今日の研究対象の方教えてください。はい、ということでですね、今日は、もう来週ですか。なんだろう、研究対象、1月21日のですね、なんでしょうね、発売になります、ジャストコーズ3、はい、3、こちらを、ご紹介、研究してまいりたいと思います。これもファミ通で見てね、めっちゃ気になってたんですよ。ありがとうございます、ね、すごかったですよね、はい、こちらどういったゲーム、3ですから、まあ、過去作もあるというわけで、その通りですね。どういうゲームなのか教えていただいてもいいですか、はい、うん、そうですね、プレイしていただく前に資料をご覧いただきながら、はい、ちょっと簡単にご説明をしていければと思いますけれども、ジャストコーズ3ですね、出てまいりました、この今お空を飛んでるおじさんが主人公のアクションゲームでございます。そんな飛んでた、ちょっと文字ちっちゃいね、なんとなく概要を教えてもらっていいですかね。概要といたしましてはですね、先ほど言った通り3ということで3作品目でございまして、はい、このメディチ共和国というですね、島国に、はいはい、はびこるじゃないや、独裁政権が近くておりまして、その独裁政権を敷いてるディラベロ将軍という悪いやつを倒しに行くゲームでございます。わかりやすい、はい、なんかすごい、ということでですね、お次のページよろしいですか。お次は、そしてですね、こちらの主人公がリコ・ロドリゲスというおじさんでございます。でこの人がですね、まあ、そのジャストコーズシリーズでは3作品とも主人公を務めておりまして、はい、前作から5年ぶりということで若干顔もですね、おひげも増えてですね、はいはい、シワも刻まれてですね、いい感じに年を取ってきております。はい、お次いきますか。まあ後でゲーム差あるんでね、はい、どんどん参りましょうということなんですけれども、そしてこの、リコ・ロドリゲスというですね、主人公のエージェントなんですけれども、ほいほい、超人的なアクションを支えるですね、ガジェットをいろいろと持っております。でそれがここにありますグラップリングフックとパラシュートとウイングスーツという、このね、三種の神器的なものを駆使して敵をバシバシとやっつけていく、はい、パラシュートとウイングスーツはなんとなく想像つくけど、グラップリングフック、グラップリングこれなんでしょうというところですね。今コメント控えたいですね。そうですね、ぜひぜひ後ほど楽しみにしてください。そしてこのガジェットだけでございません。お次のページに参りますと、うん、乗り物もいっぱいありますよ、ということでですね、80種類ぐらい、まあ、陸海空の乗り物ございまして、80種類、もう種類、まあ、豊富にですね、飛行機、ヘリコプター、船から車、まあ、車もね、かなり、その調子で80個はなかなか言えないですけど、ね、まあ、細かいもので80個なカテゴリーで言うともうちょっと少ないですけど、ね、すいません、なんか、まあ、お次はお次参ります。よろしいですか。はい、
ということでですね、先ほどの、お見せしたガジェットと乗り物を両方駆使してですね、合わせ技でいろんなことができます。でも基本的にやっぱりあの爆発してるシーンが多いですね。いやすごいですよ。そうなんです、常にこの爆発ですね、この爽快感、アクション、ロマンですね、ですね、かなり火薬量の多いゲームでございます。はい、あ、ありますね。後ほど見てください。そしてこの火薬だけではなくて、お次のページなんですけども、参りますと、はい、くっそ広い、くっそ広い広い、はい、広いですよね。オープンワールドと書いてありますけども、これが1000平方キロメートルっていう、広さのオープンワールドのマップなんです。で、まあ、ちょっと1000とか言われてもよくわかんないんですけど、東京の、東京都半分分。すごいな。無理じゃんそれ。そうなんです。なんでね、この人飛んでるんですよね。なるほどね。飛べばなんとかなるかな。なんとかしてほしいなというところなんでございます。なるほど。ということで、次のページ参りますかね。ということでですね、これがジャストコーズ3だ。はい。ということで、まあ、21日に発売になります。ありがとうございました。そんな感じでございまして、もうこれコーナー終わっちゃう感じ。いやいやいや、始まりですからね。スライドが締めっぽいですよね、それね。ということで、もう最後にコメントをじゃあみんな。これからでございますよ。やりますか、はい、じゃあ実際プレイしてまいりますか。すごいということが分かったので、はい、実際プレイ画面見せていただけるということで、じゃあプレイ画面いきますか。はい、行きましょう。じゃあプレイはセントさんが。そうなんですよ、やってくださいますね。自分はですね、アクションゲームあんまりうまくないんですよ。はい、最初にハードル下げちゃう。違うんですよ、でもそんな人間でも結構派手なアクションをですね、ポンポンできるっていうところを見てもらいたい。なるほど、わかりました。はい、うまいことよろしくお願いします。さすがです。ゲーム画面お願いしてもよろしいでしょうか。はい、最初に下げて、ね、そんな僕でもできちゃう、ね、そうなんです、ね、じゃあこれ続きからでいいですか。続きからで、はい、お願いいたします。やってまいりました。バイヤ違うことですかね。この自由に動けると当たり前だろ。すごいですよ、本当に。大体そうだもん、2メートル四方ぐらいね。東京の半分をね、しくらくん、これ怪しい。怪しい、何言ってるの。ちょっと怪しかったけど、ジャンプもできちゃう。ジャンプもね、はい、こんな飛べる人なかなかいませんよ。自由度感じますね、自由度ね。いや、時々ジャンプできないゲームもある。そうなんですよ、それも考えなかったんですよ。はい、じゃあこれどうできんの。ここにまず行きましょうか。ですね、あのメディチ共和国とても広いんですけども、すごい綺麗でしょう。そうです、背景が綺麗なことですね、見ていただきたいというところですね。みかんとか。みかんありますよ。さっき山見えてますよ。すいません、ちょっとみかん間違えて打っちゃいました、ごめんなさい。ちょっと手が滑りました。みかん嫌いなんです。いやいや、もうちょっとあのすごく好きで、いや、びっくりしますよね、本当に。ごめんなさい、俺もちょっといきなり打っちゃうと思いませんでした。ちょっとびっくりしました。さあ次行きましょう。向こうの人怒っちゃうからね。遠くにね、あの山とかも見えてましたけど、山見えますね。全然行ける場所なんですよ、ヘリコプターなり飛行機なりで。今マジっすか。え、右側にあった山も。そうそう、右の、右向いてください、はい、右。ポンコツかよ、おい。右みたいの叩きいいんで。もっと右なの、もっと右なの。あ、遠くに、遠くに。なるほど。そういう芸風なのね、セントさん。違います。ちょっと今完全ボケてました。ほんとごめんなさい。山って言われたんで、あっち側見てました。遠くに、あの山あるのも見えますよ。行けます、行けます。そうなんですよ。マジで。あれまだ手前の山だよね。え、そうなんですか、もっと奥。もっと奥にもあるから。またそんなこと言っちゃっていいんですか。確かに。またどこにも、もっと行けますよ。まだまだあります。近くに車があるんで。車ありますね。まず乗り物行きますか。え、車もその何種類もあるんですか。いろいろあります。はい、いい車だ。そうですね、速いやつだわ。そっちちゃうわ。これは無理ですよね。こっちが乗れる、こっち乗れる。乗っていいですか。こっち乗っても速そうだよ。速そう。はい、走っていいですか。走っていいですよ。わかりました。いちいち許可は。いや、目的地をどうしますか。そうです。はい、じゃあ、じゃあ今いろいろ起こしすぎですから。じゃあ、いいですか。車傷つくとかいろいろあるでしょ。目的を決めました。そうなんです。違うゲームだったら、そうやってなきゃいけないんだから。ちょっとマナーという街に行きたいんですけども、マップを開いたんで、それでいいですね。あの、どれぐらいこのゲーム広いか見たい。マップが広いのかっていうのをだんだんちょっと引いていってもらうんですよ。わかりました。左スティックをこう下にキュキュキュって倒すと。じゃあごめんなさい。いや、広い。こうですね。そう、一つ目の島はこれなんですけども。今いたところこれですよね。そう、はい。それをさらにもっと引くとですね。もっと引きます。もう少し上に行ける。上に、上の方にググッとこう移動していただくと。はい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 。でかっ。かなり大きい。今どのぐらいの差いましたっけ。あれ、もう一回混ぜた。ごめんなさい。完全にフレームアウトしました。ポンコツかよ。ちょっと待ってください。 L1 L1 ですよね。セントさん、かわいいな。セントさん、チュートリアルが。あの、メニュー画面のチュートリアルに突入いたしました。びっくりしました。ごめんなさい。戻ってまいりました。大丈夫大丈夫。すごくポンコツで、ごめんなさい。びっくりしました。はい。今いるところがもう一回寄ると、スケール感的に
さっき見えたのが、はい、おそらくはこの島にある山なんですよ、ね、はい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 、なるほど。そのこの島の大きさも十分にあるんですけど、その後ろにさらに、はい、広い、これは広い、これでっかいですよ。でさらに左側の上の方までこう画面を移動してもらうと、なんかいかにも怪しげなね、ありますね、なんかボスが名前も書いてない島が、ボスがいそうな島があったり、はい、ボスがいそうな方もいるんじゃないでしょうかね生きる範囲広がっちゃうよ、ね、いるかもしれないよ、あったりします。あんな何も書いてない島も一応行ける、行けます、行けます、あ、見える範囲全部行けるんですよ、もう今の段階から行けるんですか、今の段階から行けます、あ、そうなんですね、行けます。あ、じゃあならすぐそこの何も書いてない島も行こうと思えば行ける、こんなとこ行きたいです、まあでも行きたいですよ、ロマンがありないから行こう、順にね、はいはい、ということでマネアという町に向かいたいと思います、はい、ここ目的地に設定するとですね、青い道ができましたね、出てくる、青い道ね、波があると、波があります、はい、これは船頭さんでも運転できる、いやいやいや、できますよ、ペーパードライバーですから、ちょっと待って、あばば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 ごめんなさい、大丈夫かな、いや大丈夫ですよ、あ、でもお花の種類もなんか黄色い花だけじゃなくてラベンダーみたいなところもあるんですね、いろいろありますね、いや景色っていうかめちゃ綺麗な島ですね、綺麗ですよ、そもそもね、ちょっとあのなんか、え、ここは今何、あの、その危険な地域なんですか、こうのどかな場所に見えるんですけど、はい、めっちゃのどかでしょ、これは、ティラベロ将軍というですね、ちょっとこう独裁政権が敷かれていて、まあ、次の街に行けば少し分かるかもしれませんね、ちょっと息苦しい、あ、じゃあもうここなんかラベンダー的な、少しもあの主人公さんのおかげでだいぶ平和になっているところってところですか、いや、まだなってないです、まだなってない、はい、これから死に行こうみたいな、あ、あったね、わあ、もうなんかこれでも車にぶつかっても結構大丈夫、あ、そうそう、いやいやいや、ちょっと大丈夫、丈夫ですからドア開いてますよ、割と、割ときつい、割ときつい、これからお車いただくことは可能なのですか、一応できるんですけど、いけるかな、あー、壊れちゃった、思ってたより壊れちゃいましたね、これ超楽しいね、そうなんですよ、何でもできますよ、やばい、ちょっとどんどん壊してきた、壊れたのに周り誰も何にも気にしてないですからね、普通のことなんですね、どのルートで行きますか、あのね、はい、あのこっちが気になっちゃうメーカーさんなんかまさかの、まさかの徒歩ですから、いやいやいや、このゲームで、ね、実況でいろいろチョイスで間違っちゃったヒッチハイク的な感じの、売りのね、パラシュートをぜひまずお見せしたいなと思うので、あ、はいはい、あ、じゃあこれパクらなくて大丈夫です、あ、パラシュート膝から崩れ落ちるとお、びっくりした、グラップリングフックを打ってパラシュート出してもらうので、いいですか、はい、これ、おー、なんだろう、どういう風に回避します、これ、これで、今グラップリングフックを前に打ったんですよね、はい、もう一回打ってもらっていいですか、打つ、これをですね、ボタン一つでこのように、そしてこの途中にパラシュートを背中でポチンと開くとですね、はい、今こうしてさんがやったように、こんな感じですね、ふわっといける、はい、これすごいですよね、合わせ技でできる、合わせ技です、はい、さらにここから合わせ技で三角ボタンを押していただくと、はい、ちょっとスピード足りないですけど、あ、だだ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 だ、ちょっと今ね、コードが足りなかったんですけど、 YouTube で見たことある、これです、あ、そうなんですか、こういう飛んでる人本物ですよね、本物これうまくやると超かっこよくいけるってわけなんです、だってすごい高いとこからやったらすごいってことでしょ、そうです、え、ちょっと、崖とかね、おー、そういう感じでめっちゃ気流に乗っていけたりして、で、またパラシュートにすることもできますし、またこうやって切り替えて、これからスピード出ますからね、さすが経験者、そうなんですよ、この海と空の美しさね、あ、このまま行っちゃっていいんですかね、行っちゃいましょう、もう目の前にあるのが目的地の、そうなんですよ、めちゃめちゃショートカットじゃないですか、これ、いいですね、車がなくても同じぐらいのスピードで行けるっていうね、動かないんじゃないの、これちょっとですね、ちょっと待ってください、よいしょ、落ち込む、オッケーオッケー、大丈夫ですね、壁にね、捕まるのに、ちょっと待って、つるつる、全然大丈夫そうじゃないけど、いや大丈夫、いやいや、ジムストロー、行けるジムストロー、よしよしよし、オッケー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 、大丈夫ですね、これどの辺だろう、今洗濯物が干してある、今ね、マネアの街の中にいます、あ、もういます、はい、で独裁政権下なので、はい、この町がですね、はい、まあ、ディラベロ将軍に制圧されてるわけなんですけども、町の人たちもそれが嫌だということで、この町にある、ディラベロ将軍を象徴するようなものというのがありましてですね、はい、ここにいろいろ書いてありますよね、はい、この左の黒いところを見ていただくとあるんですけども、はい、ディラベロ将軍のことを宣伝する看板があったり、看板、スピーカーからこう演説が流れていたり、はい、で石像が大きい石像なんですけども、あったりだとか、そういうのをドンパチドンパチやりながら壊して、街を解放してあげるっていうのが、まあ、基本的な目的になるんですね、はい、なんでこのマネアの街やっちゃいましょう、いいですか、うん、お願いいたします、やりながらですね、一つ一つ解説していきます、それは綺麗ですね、はい、じゃあどんどんとりあえず進んでいきますね、
地中海の街なんでね、はい、街並みも綺麗ですね。あ、スピーカーありますよ、左スピーカーありますね、はい、いいですか、壊しちゃってな、どうやって壊しましょう、あれか、いろんな壊し方ありますよ、カンバーでも10ですよね、10でペペペペペーっと基本ですね、はい、上の下の箱みたいなの持っちゃってください、ね、はい、壊し方とかでなんか、はい、おー勇気ホールみたいな感じのあるあるでしょうか、技術点みたいなあるでしょうか、あ、ちょっと、あ、やばい、なんか壊してるな、あ、やろうね、これ敵の手下ですね、敵の手下、そうです、悪いことしたんで向こうも悪いこと仕返すってことですよね、あ、やばい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 、後ろ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 、とりあえず緊急脱出的な、ちょっと脱出します、すぐに逃げること、超人的な回復力ですね、すぐにこう物陰に隠れると元気いっぱいになれます、まだいるよ、まだいるよ、ありますね、気をつけないと、はい、すいません、で敵に向かってね、グラップリングフック打つなんてこともできますからね、はい、打つとどうなるんですか、ちょっととりあえずこの人、そうですね、え、攻撃、 あの人ただの人ですけど大丈夫ですか、ただの人でもいけちゃいますね、出てます、でも特に、おー、今地面に打っちゃった、ね、あ、地面ですね、うん、人に向かってボーンと、あー、外した、あ、ちょっと壊れちゃった、敵の要塞に行けない、これだってやばいやばい、これやばいやばい、これやばいやばい、これやばいやつですよ、やばいやばい、これやばい、これやばいやつ、やばいやばい、東京で入ったんだこれ、やばいやばい、いやでも、ついでだから倒しちゃってもいいんじゃないでしょうか、意外といい線いってますよ、そうですよね、はい、後ろにゲートが見えたと思うんですけど、ゲートありましたね、左に要塞に閉じ込む人もいますよ、ボタン押したら、これ警察署なんですよね、警察署なんですけども、はい、まあ、ディラベロあの将軍が設置してるので、解放すると、解放するということですね、敵が施設を悪用して軍事施設にしちゃってるんですよね、あ、じゃあ間違えて殺しちゃってもいいや、でこの中にある敵のオブジェクトは全部赤い色が塗ってあるものなので、こんにちは、ガスタンクとかですね、発電機みたいなものも赤く塗られていれば、なるほど、なるほど、なるほど、いやーすごい、これこのまま、お、出ちゃう、出ちゃう、このままいただいてもいいかもしれませんね、腹目だな行動が、はい、さあこれは次はどうしましょうか、え、市民だよ、あ、だだだ、市民、市民、あ、ぶつかった、ちょっとわざとで、いやいやいや、わざとじゃないですよ、今ぶつかっちゃいました、びっくりしました、ね、あ、スピーカーある、あ、スピーカー、オッケーです、赤いよ、赤いよ、はい、壊そう、壊そう、あ、じゃあ降ります、おお、こんな風に出ることもできると、緊急脱出、素晴らしいですね、はい、だいぶ、だいぶ敵がたくさんいて、そう、困ります、これだいぶ増えましたよ、とりあえず一つずつ殺害しますよ、大丈夫ですか、いいですか、じゃあちょっと武器を変えましょうか、いい、こんな大きいのだと、もしかして外しました、外しました、マジか、ほら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 、刺激ですよ、これ強い武器もありますと、なんか評価点みたいなのありますね、評価点ありますね、あ、ちょ、ちょっと待って、すごい、やばいやばいやばい、ヘリ来た、ヘリ来ちゃった、ヘリはちょっとまずいでしょ、ただね、これヘリに向かってグラップリングフックをちょっとぜひ、はい、一発打ち込んでみてほしい、まさか、ちょっとこの日、正面からやばい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 、死ぬ死ぬ、まさかの、まさかの、もう少しちょっとこう隠れつつ行った方がいいんですね、そうですね、さすがにね、真正面からね、なるほどなるほど、行き過ぎてしまったと、リコはですね、タフボーイですから、タフボーイですから、あれぐらい大丈夫かなと思ったら、さすがにそこまでは無理と、ちょっと余裕かましちゃったんですね、はいはいはい、もうワンチャン行きましょう、ちょっとワンチャンね、打ってみたい、行ってみて、行ってみたい、どうなるんだろう、行きましょう行きましょう、さっきみたいに敵が騒げば騒ぐほどだんだん敵の攻撃激しくなってきて、そうなんですね、星3ぐらいになるとヘリコプター出てきます、じゃあちょっと少し控えめにやった、あ、もういい、そうですね、控えめにやったりするのもいいんですね、え、ここどこですか、ここどこですか、すぐね、マネアのすぐ近くの丘です、あの、マネアどっちですか、え、どっちだろう、これって一回倒されちゃうと、もっと後ろ、もっと後ろ、はい、なんかあ、こっちじゃないですか、壊したものはどうなっちゃうんですか、壊したものは壊したまま、あ、そうなんですね、こんな自由にプレイしていい番組なんでしたっけ、このこれ、いや、そうですよ、初めて、なんか月茶史上こんなに自由になんか、はい、フリータイムな感じだ、いやもう、いや、初めて見たかもしれないな、フリはどちらかというと汗こせ言われず好きなところから壊していいっていう、なるほど、いいですよね、ほんと、 あっちですか、うん、こっち降りて、はい、左に旋回していくと多分あります、怖っ、こうなんかね、ただ飛ぶだけでも気持ち、落ちるの、え、ま、え、あれですか、あれですか、まですか、やばいやばいやばい、おお、じゃあこうして、あ、いいね、素晴らしい、これ着地できなそう、あ、え、着地とか着地ダメージみたいなのあるんですか、いや、まあだからパラシュート、ね、このパラシュートボーンってやれば おしゃれさんになりますね、で、さっきみたいに敵に見つかると、はい、美しい、結構
あの激しい攻撃にさらされるので、はい、じゃあよし、あ、すいません光っただけなのにちょっとたじろいでましたね相手の方、はい、それびっくりするでしょ、とりあえず大乱闘を起こしてみればいいわけですね、ヘリを呼びたければ、ね、さっき壊したものはもうすでに壊されてるので、はい、まあ、あの途中で見ましょうか、ね、はい、ね、死んじゃってもチクチクと少しずつ、うんうん、進めることができると、街をあの解放するために破壊を続けていけると、はい、あと何をやりましょうかね、順番も何も決まってないんで、すごい自由でいいですね、はい、もう好きなものから壊していいと、結構脱線しちゃうんですね、このゲームね、見ていくとまた看板とか、ね、あとね、意外と上から見るといいかもしれないですね、はい、じゃあ看板、看板この辺の先でにありません、そうですね、そうですね、読みが正しいです、この辺ですね、その下ぐらいに、まあ、ちょうどね街に入ってくる人たちがみんな目をつくところにあります、我こそ、看板ありますよ、あの独裁者の人ですね、はい、じゃあちょっと、はい、どうやって壊してありますか、ちょっと待ってください、あ、なんでどうしました、僕はちょっと特殊な壊し方をしたいと思います、グラップリングフックなんですけども、はい、これ実は、うん、2点をつないで、引っ張り合う、まあ、ちょっとやってみた方が早いかもしれないですよね、押しっぱなして、はい、でこれでいいんですか、で2つ目の場所を、はい、手前の方にこの辺に、うん、打ちましょうか、はい、打ち込みましょうか、でこれで L に押すとこの2つがこう引っ張り合う形になるので、はいはいはい、じゃあ押しますよ、押してみてください、バシッ、いや違いますよ、すみません、これ LR に押しまして LR にやってるんですけど、押しっぱなしで、右と左を間違えた、引っ張り合うことによって壊れた、なるほど、1個視点を作って引っ張ってくるんですよ、そういうことなんですよ、これ人と人ともくっつけることできるんですか、いいこと、人と人できるか、ちょっと待ってくださいね、人と人と、じゃあくっつけてみましょうか、わかりました、できますか、ちょっと待ってください、人と車も、これは車と車も、車と車も、車止まってればまだいいんですけどね、人と壁もできます、とりあえずこの人、なんで分かってっちゃうの、人と、人といっちゃいます、あ、くっついてる、そして、いけるか、人と車、ゴーで、来い、そして引っ張る、すごい、あ、怒られた、怒られた、お前ら攻撃してないのよ、なんで怒られるのこれ、どっちが敵だか分かんなくなっちゃう、真似の人が、なんで、いきなり一番悪い人じゃないですか、この街で、明らかに、明らかにこの人が一番悪いよ、石像ありましたよ、石像ですか、やっちゃって、石像ってこれ、あ、これ何で壊しましょうか、はい、これどうしましょうか、堂々たる片手前、あ、この人爆弾も持ってますよ、設置型パッキー、はい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 、あ、でもどんどん増えてきた、待ってください、でもね、敵をちょっと減らさないと、これやばい、死ぬパターンだ、ごめんなさい、死んだらごめんなさい、隠れて隠れて、逃げて逃げて、空に逃げるでもいいですよ、空、うん、え、何ですか、こういう感じね、あの青いのが多分空だ、こういう感じですよね、あ、そう、それでもいいですし、青いのが空って説明がしない、あの俺は大丈夫、どうします、あそこに、あそこに行ってグラップリングフック打って、はい、行って、で、ここでそこで下、十字キーの下を押して怒られてるよ、ちょっと待って、十字キーの下、下、はい、設置型爆弾、これ押しっぱなし、いや、押しっぱなし、緊張しちゃいますね、はい、で、離れて、離れて、危ないからね、長押しをしてました、1個で足りるのかな、1個で足りるんじゃないですか、分かんない、もう1個つけてみて、もう1個、はい、撃たれてきました、撃たれてきました、もう屋根の上に逃げる、分かりました、分かりました、はい、分かりました、なんかドーンって言ったよ、ちゃんと登ってもここは、よいしょよいしょよいしょ、よいしょ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 、で、で、はい、何ボタンですか、このボタンを長押しされるよ、いいですか、ちょっと見せてください、いきます、端にいると撃たれてる、おお、あ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる、逃げて逃げて、そう、グラッテリングすごい、え、これすごいな、で、壊れ方もね、毎回その爆弾設置する場所に、そうそうそう、手が落ちてたりだとか、爆発する場所によって壊れ方が毎回違うんですよ、誰も壊しましょう、徹底的に、はい、欠片も残さない、そうですよ、ね、綺麗にね、悪いやつもそうですから、さあ、そして次はどうしましょう、警察署がまだ落ちてないんで、え、マジか、行ってもいいと思います、そうです、はい、警察署さっきね、お邪魔したんですけど、はい、ほぼ何もしてないじゃん、確かに車で出てっちゃったじゃないですか、確かに、で、今画面の左上の方に出てるアイコンでも何を壊してるかっていうのが、ね、分かるんですね、確認できるんですよね、そんなに囲まれたまま警察署また入るって難しいかもしれませんね弱いかな、もうちょっとちょっと、あ、まず一回逃げるとか、ね、なんでそこ、フックや、フック、
ってパラシュートですよ。すみません。そうそうそう。これで一旦ちょっと落ち着いて。ムズムズするっていいですね。はい。やりたくてね、いやでもこれはだからみんながやりたくなるようにわざとこっちムズムズ。いやそういうことですよ。そうですね。正しい。正しい。びっくりした。もうびっくりした。これもわざとですか。正しい実況だ。めっちゃムズムズするんだもん。俺に貸せみたいな、奪い取りたくなるよ。いやこれね、みんなでやりたくなっちゃうよ。そうなんですよ、無理してやってるんですよ。正しい。そうなんですよ、俺にやらせよ。とりあえず乗りますか。乗るんかい。乗るんかい。この、ちょっと降ります。ちょっとね、じゃあ上に乗るんかい。この向きで乗ってもどうしようもないことに気づきました。そうですよ、こっちですからね。警察署奥ですから。はい、行きます。あ、でも敵やってきてくれましたね。やりましたね、だいぶ。確かにちょっと手を取り戻した。敵がね、捜索中ですね。探してますね、今。そうなんですね。こんな堂々と走ってるんですけどね。確か、これの左側ですよね。あ、そうそうそう。じゃあ、OK です。正面が、あ、見つかりましたかね。あ、なんか信号出そうとしてる人がいる。あ、見つかった。あれはね、仲間。あのゲート開けましょうか。はい。グラップリングフックを、はい。2点。長押しでいきます。わかりました。さっきのやつだ。ここですか。そうです。あ、つまり上で。で、これでもう、間違えた。よいしょー、よいしょ、引っ張れですね。いい感じですね。敵がいっぱい。敵どこですか？敵は、自分で見て。やばいやばい。負けちゃう。ちょっとね、逃げちゃう。危ない。空に逃げた、空に逃げた。そんな時、上手なの。そう、危ない、危ない。やばい、やばい。やばい。やばいよ、白黒になる。よしよし、大丈夫、大丈夫。いや、空綺麗だこれ。あー、お母さん、お母さん、減りました、減りました。なんで後ろ向いてる人。いや、無理です。一辺隠れて、今度こそ無理です、これ今度こそヘリ奪いましょう。ヘリを奪う。それそれ、そこそこそこ、あそこにフックを打ち込んでください。はいはいはい、フックをパンダ。あー、ちょっと、ヘリ、どこですか、これ。三角押しました。押し、押し、おお、オッケー、いけた、素晴らしい。これで、R2 を押して上に、上空に上がってください。かなりヘリが撃たれてですね、もう煙もっと出てる。確かに危ない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 。武器はあるんですか。この状態で武器がありますんで、 R1 を押していただくとですね、長押しで、おお、こんなことできちゃうんですね。これすごいですね。全滅させて。これも高いな。いい人もいるんです。いい人も、まあ、できるだけ。今日もでも気持ち、やっちゃおう、やっちゃおう、やっちゃいましょう。気持ちよさが優先だよ。限りを尽くしてください。すごい。これ前に進むのは前でいいんですか。前でいい。前は前です。じゃあ上空に行きながら前に、上空に行きながら前ですね。弾無限ってやばいですね。弾無限です。快感重視のゲームです。快感重視、わかりました。素晴らしい。あ、ちょっと行き過ぎた。これ細かい操作結構難しいですね。細かい操作難しい。特にね、今ね、ヘリコプターがやばい状態。そうなんだ。しにくいようになってる。なるほどなるほど。そうなんですね。危なくなると。そうね、結構難しい。あ、これ下から細かく撃ってる人は少ないんで。今一旦敵はちょっと距離が離れたんで、今諦めてるってことね。なるほど。もう少しこう距離を。三角ボタンで飛び降りるっていうのもアプローチしてあり、飛び降りましたね。そしてまた三角ボタン、これはこういう、こういうリカバリーもできますね。よし、これでこういって何でもありだな。すごすぎるね。手ガイド消えましたね。この状態からもフックを打ち込めたりとか、はいはいはい、しますので、空に逃げるっていうのは一つ重要なファクター。なるほどね。空の把握大事ですね。どこここ、あのヘリはどうなったんでしょうね。あ、教会は、え、あ、爆発しました。爆発しました。どうですか。男のロマンですか。結構そうですね、男のロマンいいですね。爆発です。はい。わ、また来てる、また来て、大丈夫。警察署の中にですね、まだ壊さなきゃいけないことがあるんですね。でもこれ味方の人たちが入ってきてくれてますね。あのゲートを開けることによって味方が、あ、これか。赤い線が入ってるもの、これ壊さない。これはどの方法で壊しますか。どうしましょうか。危ないマークついてますね。え、なんか撃たれてるよ、撃たれてる。ちょ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 、まだ人がいる。撃たれてる。やばいやばい、これやばいやばいやばい。撃たれてるよ。あ、でも味方もいます。撃たれてるよ。なんでなんで、もう撃たれてる。撃たれてる。あ、後ろから撃たれてる。やばいやばいやばい、やばいやばい。また、また、空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 
よし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 でこれでちょっと爆発をここから遠くからねよしよしよしありがとうございます、ね、素晴らしい、ね、素晴らしい、はい、だんだんね左側にあるアイコンのオブジェクトも消えていっています。これで警察は、警察まだなんですね。あとタンクが確かねどこありましたよね。はい、警察は、ね、ま、背中ですね。後ろ側に後ろにあるのかな、はい、こっちですか。そっち可燃物なんですね。そうそうそう。これですか？これじゃないですか？それだ。あ、これ？その赤いやつ。あ、これがタンクだ。とりあえず壊しますね。うん、これで。とりあえず。はい。ロケットランチャー。外しました。そして外す。はい。なんで一発で流すの？違う違うですか？あの、ノーコン。自供した。あるね。FPS 視点に慣れてるから TPS でなんか真ん中狙ってなんかちょっとずれてる感じですね。めっちゃフォローしてくれてるじゃないですか。どっちも下手ですよ、俺。ちょっとずれちゃうね。意味ないじゃん。あ、間違えました。敵にね、今グラプリ今つけようとしたんですけど、ね、そうね。でも気がつけば警察署はもう OK になってますね。あ、本当ですか。あとは、じゃあ今ので OK。あとはスピーカーが残すところ1個、はい、OK です、OK です。スピーカーどこですかね。スピーカーどこだ。これ探しましょう。どうしよう。あとスピーカーだけ。向かい側の屋根あたりから高台からね、見ると来てしまいました。見渡しがいいところがいいですね。よし、じゃあ高いところ行きましょうか。スピーカーどのぐらいに。でもやることがすごい明確でいいですよね。間違えた。それで自由度こんな高いのに。あのこの状態でほっぽって他の町行ってもまたここ続きから始められるので。そうなんですね。もう本当に気分です。あ、当たった。本当です。これです。じゃああれをちょっとこれで避けますよ。これまた外して、ね、外してる。うそ。これまたあの手前の壁に当たるという。わかりました。弾切れでございます。市民がびっくりしてるでしょ。市民はびっくりしますよ。逆切れか。めんどくさいなんですよ。弾切れ。弾切れ。じゃあ小松の。他なんかありますかね、これ倒し方って。これで。あのグラプリンフックでね、はい、さっきの2点を2点を、ちょっと待って、引き倒す、空だ、こういう時は空ももちろんで、空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 、開放完了ということで、どこだろう、正面ですね、はい、今、はい、あの白いアイコンが出てる場所まで行くと、あ、なんだこれ、あ、でもやばいやばい、ちょっとやんじゃうぞ、もうちょっと、ほんとあんま敵から流れるこれですか、これ敵から的確な突っ込み入りましたけどね。ここで三角ボタンポチッと、はい、この打たれながらもやばった、アイコンでございます。めっちゃ胃が痛い。どうですか、なかなかの腕前でしょ。いやいや素晴らしい、キリキリと俺の手が痛みましたけど、画面がモノクロになるまで全然危機感感じない。確かに確かに。まあ、今回はね、あのマネアの街を解放しましたけども、はい、他にも敵の軍事基地があったり、はい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 、それも解放しつつ、まあ、独裁政権をこう打ち直していくというゲームになっております。え、じゃあ今お話的にはまだ今最初の方だったんですかね。序盤の序盤、もう序の口ですよ、はい、あらまあ、開始 1% ぐらいですね。そうですね、一番簡単な街ですよ、うん、いや、素晴らしい腕前でね、乗り切りました。すごく難しそうですけども、いやでもいろんな攻略をそうなんです、壊し方なんでもいいんですよ、うん、それが面白いですよね。みんなで工夫しながらね、壊していくのも一つ。いやでも全視聴者がね、ムズムズしてました。いや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 、これも間違いない、間違いないですね、間違いない、はい、コントローラー貸せって言って、貸せよね、俺にやらせるだろ、俺が狙いです、正しいと思います、正しいですよ。じゃあこちらのね、最新情報の方を教えていただいてもいいですか。はい、はい、そうですね、もう来週発売ということではありますけれども、うん、発売直前ということで、こちらのジャストコーズ3店舗限定の特典なんかもご用意してます。スライド出ますか、うん、こちら、おさらいからのでございますけどもね、こちらがですね、アマゾンさんの特典、限定特典で、ロケランいいな、ロケラン&武装ビークルというね、これ、車に銃が使えるってこと、これ最初から使える、超強そうですけど、攻略の強力なお助けになること間違いなしですよ。そしてそして他のお店もう一つ、ですね、ゲオさんでございます。こちらには銃のついたボートとスナイパーライフルです。いいですね、スナイパーいいですよね。こちらがついてまいります、はいはい、ですので、まあ、それぞれ ね違う武器で、より戦略性にね、深みが出てくるんじゃないかなというところでございますね。確かにそれぞれ、限定となっておりますので、性格が出ますよね、どっちを取るかね。確かに確かに、はい、遠くからね、細かくやりたい人もいますよね。やりたい人とバンバンやりたいしますからね、ぜひぜひ悩んでください、はい
でございます。そしてさらにさらにでございますけれども、私どもの番組の告知もさせていただこうかと思います、はい、実は昨年ですね、12月に4回に分けて社長と遊ぼうジャストコーズ3というですね、うちのあのスクエニの社長の松田がですね、あの番組のホストとして出てきてそしてなんと冒頭トークパートもあるというなかなかあの実験的な番組をやってまして、あんま社長がね生放送出てきそうなんですよ、あのかなりのね、なかなかないですよね、見事な振りって感じ結構あるかもしれませんね、まずメタに出ましたからね、やっぱり見事な振りでね、もはや 毎週やられてたっていうさすがですけど、この番組をですね、あの来週の月曜日に一回特別版で復活させようかということで、ゲスト今回は電波組インクの古川みりんさんをですね、お呼びして、うちの松田と一緒にですね実況プレイをお届けしようかと思ってますので、こちらは月曜日の21時から放送開始ということでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてそしてさらにさらにもう一丁、これがキャンペーンでございます。これがねなんと本日の12時までの締め切りなんですけども、ファミツエクストリームさんとの、コラボレーション企画でございまして、こちらはツイッターを返しまして、リコ・ロドリゲス、先ほどの主人公いましたね、こちらのヒゲの人のフィギュアをですね、100名様に抽選でプレゼントいたします。足にマグネットがついてて、本当だ、冷蔵庫とかにつけれますね、俺の冷蔵庫にリコ・ロドリゲスが100名様、太っ腹なので、100名多いな、結構多いんで、はい、あの当たると思いますんで、ぜひぜひ当たると思います、100名スタッフ大変だなでございます、ごっそり用意しております。そしてさらにこの、リフィギュアが当たった方から、さらに抽選でプレイステーション4本体ですとか、ジャストコース3のコレクターズエディションなんかが当たるという二段構えのキャンペーンになっておりますので、今からちょっと残り時間わずかでございますけど、ぜひぜひエントリーしていただければ嬉しいです。これはちょっと当たる可能性も高いしね、すごいな、100ですからね、100ですね、はい、でございます。じゃあじゃあ我々ゲッチャチームにもあのなんかプレゼントみたいなとか、それもちろんもちろん今日はお持ちしております。ありがとうございます。はい、そしてまあこの流れでですね、今このねこれね100体あげるぐらいですからね、はい、もう1体ぐらいあげちゃおうかと、もう1体ぐらいですね、ここで、ね、これ持ってきてます。まあ、まあ嬉しいね、はい、ジャスコスイーの100の後の1 100の後の1って言われるインパクトの薄さ、そうです、明らかに言う順番を間違えた感じでございますが、101人目にしてくれるんですか。101人目にして、いいようです、いいようでございますね、神が座ってました、もうね、ゴロの余地はないかと思いましたけど、ね、なんと101人目になれる、そうやった、メモリアル、これに加えて今セントスさんが、はい、来ていただいているこちらでございます、ジャストコーズ 3T シャツ、おこれなかなかレア度、レア度高くございます、T シャツと、これはあの101枚目ではなくですね、1名様にセットでですね、先ほどのフィギュアとセットで差し上げたい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、応募方法はね番組の最後にお知らせしますので、はい、それでは見ている皆さんにセットさんから順番にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。かしこまりました。まあ、今日ですね初めてこちらの番組に出させていただいたんですが、やっぱ緊張しました。だからちょっとプレイがですね至らないところもあったんですけれどもこれはですね発売してからもう皆様自分でリコを使ってスーパープレイをむしろ見せてほしいと、特にうずうずした方が、そうなんですよ、そういうところでございます。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます、楽しかった。あ、そうですね、はい、じゃあ次僕、はい、あのうずうずした方、あのぜひこの綺麗なねあの島国を解放したいという方は、ぜひあのこのゲーム買っていただいてあのプレイしてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい。はい、はい、いよいよ来週発売でございます、うん、ジャストコーズ3ですね。先ほどのセントさんの、プレイでも魅力の一端が伝わったかと思いますけど、あんなこともできちゃうしこんなこともできちゃうと、もうそのわずかちょっとの、まあね、触りしかお見せできなかったのが悔しいところですが、ぜひ続きはあのお手に取ってお確かめいただけると幸いです、はい、よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい、電磁科学研究所、今回はジャストコーズ3を研究しました。ありがとうございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。